一から学ぶ中学受験算数。今回は第2回、植木山の丸4、のりしろの丸2をやっていきます。ということで、今回もね、前回の授業と同じのりしろの問題をやっていきます。ただ、前回の解き方だけではね、ちょっと解くのが難しいっていう応用問題をね、今日はやっていきたいと思います。そしていつも通り、動画の概要欄から授業のプリント印刷できますので、ぜひ印刷できる人は印刷して学んでみてください。 じゃあ早速ね、まずは前回の授業でみんなに伝えた大事なポイントね。それから確認しておこうね。はい。ということで復習です。大事なポイント。二つあったのは覚えてるかなうん。一つ目は、そう。のりしろの数っていうのは、テープの数より必ずね、一個少なくなるよってことね。はい。これがね、まずは絶対ね、大事なポイントとして覚えなければいけませんでした。でね、その時の覚え方として、 のりしろっていうのは、木を植える問題で言うとね、木と木の間のこと。そして、テープっていうのは、木を植える問題だとね、木のことだよっていうふうに覚えたら、うん、間の数ってね、木の数よりも必ず1少なかったよね。それと全くね、同じ意味の式だよということもね、紹介しました。いいかなこのこと思い出しといてね。そして、次、二つ目のポイント。 テープをつなげた全体の長さは言ったら、のりしろがない場合のテープをただね、並べた長さ。それから、そう、のりしろ分少なくなるんだよね。短くなるんだよね、長さ。だから、のりしろの合計をね、引いてください。ということで、全体の長さっていうのは求めることができました。OK? この2つのポイント、しっかりね、押さえておけば、基本的にはいろんなね、テープののりしろの問題、皆さん解くことができます。 ただね、今日やるのは、実はね、このポイントだけでは解けないというね、問題。例題ね、1個だけありますから、一緒に考えてみよう。じゃあ行くよ。例題。長さ8センチのテープを、のりしろが1センチになるようにして繋げたところ、全体の長さが106センチになりました。テープを何枚繋げましたかという問題です。 ということで、先生簡単にね、ちょっとここに絵を描いてるんだけど、問題で書いてあったこと、確認するとね、一つ一つのテープは、そう、8センチっていう長さ。それをね、重ねる部分、うん、のりしろが1センチずつになるようにつなげていったんだね。そしたらね、全体の長さが106センチになりましたよ、というのがね、今回分かってます。で、まとめたいのはね、テープをね、全部で一体これ、何枚つなげたの いうのをね、求めてください。という問題なんだけど、前回のさっき確認した、この二つのポイント、じゃあ使っていこうとしたときに、例えばね、みんな、今回、のりしろの数って全部で何個あるのっていうのは、すぐにわかるかなそうだよね。テープの数、何枚かわかんないんだから。ね、テープの数よりもね、一個少ないっていうことがわかってても、 のりしろ出せないよね。テープの数が分かんないだからね。何から1引いたらいいか分かんないもんね。うん。そして、二つ目のポイントのね、例えば全体の長さ。今回この106センチって分かってるけど、この106センチってどうやってね、求めれる長さなのって言ったら、のりしろがない時の長さから、のりしろの合計を引くんだったよね。じゃあさ、のりしろがない時って、 もしね、のりしろを作らなかったら、ただこのね、8センチのテープを並べるだけだったら、一体何センチになるのって、これわかるうん、ちょっとわかんないよね。だって8センチのテープ一体何枚あるかわかんないもんね。これも出すことができない。あとさ、のりしろの合計ももちろんわかんないよね。1個1センチってわかってるけど、この1センチが一体何個あるのかっていうのがわかんないから。うん、のりしろの合計もわかんない。え、じゃあ先生、この問題ね、解けないじゃないですか。思う人いるかもしれないけど、 実はね、こんな風に、テープの数がわかんないっていう問題は、このね、前回教えたポイントでは問題が解けません。うん。ということで、じゃあテープの数がわかんないっていう場合、こういう問題が出てきた時だけ、実はね、特別な考え方をしなければいけません。それが今回のポイントです。ということで、ポイント。テープの枚数が、今回みたいにね、 わかんないっていう問題。どうやって考えるかって言ったら、実はね、この時にも2つのポイントがあります。この2つだけ押さえておけば必ず問題解けます。ということで、ポイント1つ目。まず皆さんがすることは、全体の長さから、のりしろ1個分を引いてください。のりしろ1個分の長さを引いてください。 いいでしょうかえ、先生どういう意味という人もいると思うんだけど、じゃあね、先生ちょっと簡単な例で説明しておくね。はい、今言ったね、全体の長さから、のりしろ1個分引くと。どういうこと,と言ったら、例えばね、テープ5センチ。1つのテープが5センチ。そして、のりしろを1センチ作りますよ、という例ね。はい、先生、ここにね、はい、2枚つなげた場合と、3枚つなげた場合で絵を描いてます。 OK? じゃあそしたらね、今この一つ目のポイントで言ったね。全体の長さから、のりしろ一個分引きますって言ったら、先生これどういうことですかって言ったら、例えば、このね、一つ目。2枚つなげる場合だと、全体の長さって、そう、もちろん、この端から端までだよね。この端から端までの長さから、のりしろ一個分を引く。つまり、のりしろ一個分の長さって、 うん。今回1センチだからね。1センチまずは取っちゃってください。はい。絵で言うとどういうことかって言ったら。うん。例えばね。この一番右端。はい。ここから、のりしろ分の長さ。1センチだね。はい。これをちょきちょきちょきと切っちゃうってこと。わかるかなつまり、はい。今先生が青色で描いたところ。ここはね、捨ててくださいってことね。OK。全体の長さから、こののりしろ分ね。 一個だけ、ちょきちょきちょきと切って、ここ捨てます。だから、例えば三枚繋げるっていう場合も同じ。はい、一番右端から。はい、のりしろ一個分。ここね、ちょきちょきちょきと切って。はい、この青色の部分は捨ててください。いいでしょうかはい、これが一つ目。まずね、最初にやることです。いいでしょうかじゃあそしたらね、先生なんでこんなことするんですかね、思うかもしれないけど、 はい、実はこれをすることでめちゃめちゃ問題が解けやすくなるんです。はい、ということでポイント二つ目。今やったこの丸一のこと。OK、つまり全体の長さから今のりろ分取ったよね。残ったのはこの長さです。こっちだったらね、全体の長さから。ここのね、のりろ分引いたよね。残ったのはこっからこ,こまでの長さ。はい、これはどうなってるかって言ったらテープの長さから のりしろの長さ。これが引いた分。OK? テープの長さからのりしろの長さを引いたもの。それがいっぱい集まったものになってます。うん。ということで、ちょっとわかりづらいと思うから、絵で確認するね。どういうことかって言ったら、例えば今、ここ2枚繋げてるやつだと、残ったね、ここからここまでの長さ。これってどうなってるって言ったら、テープ1枚の長さ。 5センチだよね。この5センチから、のりしろ分。のりしろの長さ。つまり、この緑色の、のりしろの部分。1センチを引いたもの。だから、絵で言うと、ここから、ここまでってことね。はい、今、先生が赤色でチェックした、ここの部分。はい、長さだとね、5センチから1センチ引いた。そう、これ4センチだよね。 はい。この4センチって長さが、実はいっぱいできてるっていうのには、みんな気づくかなうん。どういうことか。はい。さらに、えで確認するね。はい。続きでいくと、はい。この5センチから。あ、ちょうどね、一番右端1センチもなくなってるから。はい。ここからここまで。はい。これが4センチになってるはずです。いいでしょうかということで、全体の長さから、 ね、この青色の部分引いたら、どうなったって言ったら、ちょうど4センチが1、2。テープの枚数分ね、2枚繋げた場合。この4センチがちょうど1、2個できてるっていうのには気づくかなうん。実はね、これ3枚繋げた時も全く同じです。この4センチのやつが3枚繋げた場合はね、3個できるはずです。じゃあ見ていくよ。はい、まずはテープの長さ5センチから、のりしろ分引きます。 つまり、ここからここまで。OK? 今先生が赤色で書いたのが、このね、テープの長さからのりしろを引いた分ね。テープの長さからのりしろを引いた分。はい、これがさらに続きで見ていくよ。テープの長さ、ここからここまで。5センチから。のりしろ分、引いた分だから、ここからここまで。OK? はい、これが4センチ。そしてさらに、うん。 ここからここまでテープ1枚5センチ。それから、うん、ちょうどね、青色分なくなってるから。はい、ここももちろん残り4センチになってるよね。OK? ということで、4センチが1、2、3個ね、ちょうどできてます。いいでしょうかこんな風にね、全体の長さから、のりしろ分ね、右端からのりしろ分引いてあげたらどうなるかって言ったら、綺麗にね、 テープの長さからのりしろの長さを引いた分、この数がちょうどきれいに入るよということです。いいでしょうかこんな風にね、2枚繋げた場合は、ちょうどこの赤色の長さも2個できるし、テープを3枚繋げた場合も、この赤色の長さがちょうど3個できるよということです。いいかなこのことを使って解いていかないとね、テープの枚数がわからない問題、解くことができません。 ということで、じゃあ今回の問題でも、じゃあみんな一緒に確認しよう。はい、じゃあいくよ。まずやることは、全体の長さから、のりしろ一個分引くんだよね。いいでしょうか全体の長さから、のりしろ一個分引いてください。はい、じゃあ先生、絵で一緒にね、書いていくね。はい、今回も、のりしろは一個。そう、一センチでした。のりしろ一センチ。だから、はい、右端から、よいしょ。 はい、のりしろ分。はい、1センチ分。はい、ここ、ちょきちょきちょきと切ってね。はい、ここは捨ててください。いいでしょうか。ということで、全体の長さは、そう、106センチだったのからね。のりしろ、1センチ分ね、引いたから。はい、残ったのが、うん、これが、105センチってなったね。はい、ここまで皆さん、いいでしょうか。はい、じゃあそしたら、 この105センチってどうなってるのって言ったら、そうです。テープの長さから、のりしろ分引いたものがいっぱい入ってるはずなんだよね。はい。ということで、じゃあ赤色でチェックするね。はい。テープ一つ8センチ。それから、のりしろ分引いたもの。つまり、よいしょ。はい。この赤色の部分。7センチがきれいに。はい。8センチから、のりしろ分引いた7センチ。ということで、 はい、どん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 ね、いっぱい入っていって、はい、最後も同じです。テープ1枚から、のりしろ分引いた。ね、ちょうどなってるね。7センチができるよ、ということね。いいでしょうか。そしたらね、端から端まで105センチ。その中に、この赤色の7センチがちょうど入るんだよね。はい、ということで、そしたらこの赤色の数が全部で105センチの中に何個あるのか、というのはわかるんじゃないかな。 うん。ということで、じゃあここまでのことね。じゃあ先生、式でも書いておきたいと思います。はい。じゃあ行くよ。まずは、全体の長さから、のりしろ1個引く。引くと、はい、どうなるい言ったら、全体の長さ、もともとの106センチから、のりしろね、1個分ね、右端から引いて、 105センチになるんだね。OK。ということで、ここね、105センチになったんだったよね。はい。そして、次。次にやったことはね、この105センチってね、どういう長さなのって言ったら、テープ1枚から、のりしろ分引いたもの。この赤色の7センチ。これがいっぱい集まったものだったね。はい。この丸2のね、テープの長さから、のりしろの長さを引くんでした。はい。じゃあ、書いとくよ。テープの長さ。引く。 のりしろを引くと。はい、何センチになるって言ったら、そう、8からのりしろね、1個分1センチ引くと、8引く1で7センチとなります。いいでしょうか。ということで、もう最後はいいよね。はい、この端から端まで、105センチです、今。この105センチっていうのは、この赤色の7センチね。はい、これがいっぱい集まったものなんだよね。ということで、はい、テープの数は、 テープはと言ったら何個あるのって言ったら。そう、105センチの中に7センチがいくつあるかなということで考えてください。ということで、105センチ割る7センチをして、うん、計算すると、これが15となります。オッケーということで、この赤色の7センチ、ちょうど15個、この105センチの中に入るんだよね。はい、ということで、赤色のやつは15個。 つまり、テープの枚数も同じね、15枚ということになります。いいでしょうかこんな風にね、全体の長さから、のりしろをね、端っこから、のりしろ1個分引いてあげると、テープの長さから、のりしろ分引いた、この長さがちょうど入るよってことね、端から端までね。それで問題が解くことができるよというのがね、実はテープの枚数が分かんない時の解き方になります。 ちょっとね、特別な考え方をしないと、この問題は解けないので、ただね、塾のテキストだったり、問題集、あとは、えー、入手問題とかでもね、よく出る問題ではあるから、しっかりとこの解き方ね、皆さん、使えるようにね、しっかり押さえておいてください。ということで、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。えー、引き続き、次回も、植木山の、今度はね、リング、輪っかをつなげていくよっていうね、 これもよくね、入試とか、まあ、塾のね、テストとかでもよく出る問題になります。それをやっていきたいと思いますので、ぜひ次回の授業も見てください。ということで、次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。